it is very strange to say however that no one knows why japan is japan though according to commonly held view the name of japan originated from the name of jipang the name used by marco polo here is another view in which i may claim that japan or Japan came from God All since I have some concrete r e a s o n h i r o s h i y a s h i Hamama c i Japan。大変奇妙なことになぜ日本が Japan なのか誰も知りません。一応、通説ではですね、マルコ・ポーロが東方見聞録の中で ジジパパンンと書いたそれがャにつまり初めから「ジ」「Z」というのは「ジ」としか読めませんので「ジ」という音があったというわけですがこの説はどう考えてもおかしいですね最初から「ジ」という音が決まっていて「ジャパン」となったというのです ジパングが、そしてジャパンと表記されるようになったと。一般にはヨーロッパでは JA はヤと発音されます。で、それからヤパンというふうに読まれるようになったということになります。これに対してですね、他の説もいろいろあります。基本的には最初日本はヤパンと呼ばれていたというんですね。で、 ヤパン、ヤパンと呼ばれていた。で、それを JAPAN と表記した。そしてそれを英語式に JAPAN と読むようになったというわけです。で、それが逆流して JAPAN となっていったというふうにも解釈できるわけですね。まあ、順序があべコベだということです。で、一般にはこのヤというのは邪馬台国のヤであるとか、 和国の和であるとか、ヤマトの矢であるとかというふうにいろいろと説明されています。が、これに対して、こんなことを教えてくださった視聴者の方がいらっしゃいます。ロールフ・クリエーションという方ですけども、日本、つまりジャパン、つまりヤーパンは神の 国を表す言葉ではないかというのです。いやーというのは確かに神という意味なんですね。で、パンが問題なんです。まあ、いろいろな意味があるそうです。ヘルメス、あるいはトートのエメラルドタブレット、あるいはディオニソスなど。ここに出てきます、エメラルドタブレットというのはこれはより錬金術のですね。秘宝をまあ記した、 タブレットと言われています。で、これについてえどう思いますかと。ヤーが神を表す言葉であることはこれは分かりやすいですね。後でも言いますがユダヤ教では絶対的な神をヤーウェと発音しています。ヤーヨーロッパ方式で読めばヤーですね。ヤー それがジャパンになったということです。ヤーがヤーウェイになり、そして一般にはエホバと呼ばれています。で、問題はパンなんですね。で、私なりにいろいろ調べてみました。で、ロールフ・クリエーションさんがおっしゃるには、ヘルメス、トート、エジプトの神ですね。最高神ですね。 エメラルドタブレット、あるいはディオニソスということになるわけですも、ディオニソスということになりますと、バッカス、あるいはマルドックへともつながっていきます。で、このつながりがよくわからないものですから、まあ、なんとか質問したんですけども、今のところ返事は届いていません。で、私なりに調べてみました。これがエメラルドタブレットと言われているものです。錬金術の秘宝が書かれているそうです。 で、パンっていうのはですね、ギリシャ語なんですね、もともとは。すべてあらゆるという意味です。パン。で、現在もですね、英語のット語としてよく使われています。よく知られているのが、パンアメリカン。すべてのアメリカという意味ですね。で、パンっていうのは、すべてという意味であると。まあ、そのように解釈しますと分かりやすいんですけども、こじつけっぽいですね。で、私の 説をもう少し聞いていいいてたただきたいと思います古来旧約聖書キリスト教の世界では東を上にして地図を書く習わしになっていましたそしてアジア大陸の東の果てには日本が描かれていました、えー、下に小さく見えるのが朝鮮半島ということになりますいわゆる日本が地図の頂点に描かれていたということになります つまり神の国ということになります。別の地図でもやはりそうなっています。え詳しくは続く動画の中で説明しますが、この地図の中でも、まあ、中央にイスラエルがあり、左がヨーロッパ、右がアジアということになります。ブルーの部分が地中海ということになります。そしてアジア大陸の果てにやはり同じように小さな島、日本が描かれています。この黄色い部分が アアジア大陸ということになります。そして頂点に日本が描かれています。ここですね。で拡大してみますと、やはり日本が描かれ、右下に朝鮮半島らしき、えー、半島が描かれています。つまり、日本はまさしく神の国であったということになります。で、ここにあるのが朝鮮半島ですね。 で、ここが、これが日本ということになるわけです。つまり、旧約聖書及びキリスト教の世界では、日本は神の国として表現されていたということになります。となりますと、ジャパンがですね、神の国という意味を持っていたとしても、おかしくないということになります。 In Ezekiel chapter 43 of the Holy Bible it writes as follows And behold, the glory of the God of Israel was coming from the way of the east, and his voice was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory. エエゼキエル43章は次のように書いています。見ろ、イスラエルの神の栄光は東からやってきた。神の声は怒涛のごとく、そして神の栄光は大地を照らした。と。実際、ユダヤ教の最高神をヤウェと。 言います。そして英語式に書けば、やーうえと書きます。ここなんですね。やーうえ。やーと発音しています。これはやーとしか読めません。が、やーをですね、別の書き方をしますと、やーと書けるわけです。まあ、ヨーロッパ方式ですね。それに、パンがくっついた。とも解釈できるわけです。すなわち、やーペン。 となるわけです、ね、もともとはヤーパンと呼ばれていたということになります。それがヤーパン、英語式にジャパンとなったということになります。それをマルコ・ポールはジパングと聞いたということになります。というふうにも考えられるということです。今の段階ではあくまでも仮説ということになりますがありえない仮説ではないと思います。 続く動画の中で日本がまさに神々の国であったということを証明します。by for nowEzekiel chapter forty-three Of the Holy Bible, it writes as follows And behold, the glory of the God of Israel was coming from the way of the east, and his voice was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory. Ezekiel 43 as 見ろ、イスラエルの神の栄光は東からやってきた神の声は怒涛のごとくそして神の栄光は大地を照らしたと広ロシハヤママティジャパン今ご覧いただいているのが世界最古の地図と言われているものですシュメールで 発見されましたこの地図で注意していただきたいのはですね、向かって左下がヨーロッパ、向かって右下がアフリカということになります。その間に地中海が横たわっています。そして情報がアジア、つまりアジア大陸ということになります。まあ、全体的に丸みを持った地図として表現されています。上の方に オリエンスと書いてありますねつまりオリエント東洋ということになります一般的には旧約聖書の世界では東を上にして地図が表現されています現在私たち人間が使っている地図は北極つまり北が上になっています シュメール、バビロニアでは東を上にして書く習わしになっていました。えー、向かって左側がヨーロッパ、右側がアフリカ、そして上がアジアということになります。具体的に地図を見てみます。これは紀元後に書かれた地図ですけども、まだ今から1000年近く前ま,で前までこうした地図が使われていました。先ほど言いましたように上がアジア、向かって 左下がヨーロッパ、右下がアフリカということになります。そして上がオリエンスですね。オリエントです。東洋です。まあ、このような地図が使われていた,いたわけですけども、気になるのはその頂点のところに小さな島が描かれているという点です。えー、この地図、注意深く見てくださいね。やはり左下がヨーロッパ、右下がアフリカ、そして上がアジア大陸ということになります。そのアジア大陸の果てに小さな島が描かれています。 ま中心がエルサレムということになります。ブルーの部分が地中海ということになりますね。で、この黄色い部分がインド洋辺りということになるんでしょうか。そして上が東、つまり東洋、すなわち日本ということになります。ここに描かれているのが太陽のマーク、すなわち日本ということになりますが、これだけでははっきりしませんね。別の地図で見てみます。これもやはり同じく キリスト教の世界で使われていた地図ですけども、中心に、多分これがイタリアだと思われます。そして、真上の地、真東に小さな島が描かれています。この島に注意してください。この島に注意してください。どうしてここに島が描かれているか、逆に言いますと、私はこれが日本と判断しました。 もう1枚の地図で検証してみます。え基本的には同じ書き方です。で、この中央にエルサレムがあります。イスラエルですね。そしてブルーの部分が地中海です。そして左にヨーロッパと表記してあります。そして右グリーンの部分がアフリカ。そして上黄色い部分がアジア大陸ということになります。そのアジア大陸の東の果てに小さな島が描かれています。 この島に注意してください。アジア大陸の果て、この位置に位置する島は日本ランドを置いて他にありません。皆さん、これが日本です。えー、古来より旧約聖書の世界では日本をこのようにして描いていました。右下に見えるのがこれ、朝鮮半島のように思います。その上に日本ランドがあるということですね。もちろん、これは日本です。神々の国、 日本です他の地図でもやはり上の方に日本ランドが描かれているようですさらにこの地図ははっきりしていますその中央上に島が描かれその上に太陽が描かれています日の出る国日本ということになります皆さん日本という国は大変な国なんですよそれを皆さんに分かっていただきたかったので この動画を皆さんに改めて紹介することにしました。バイ。広 We present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about German ceramic figures, more than ten thousand of which have been unearthed throughout Japan. But nobody knows who they are or they are just explained by Japanese scholars to be their neighbors in most cases neighbour women in German period. It has been almost two and a half years, however, since I Hayashi, claimed for the first time in 2012 that they are not neighbor women but the goddess herself, named Inana. Before I talk about it, Wikipedia write about Jomon period as follows. The Jomon period is a time in prehistoric Japan from about 12,000 BC and in some cases cited as early as 14,500 BC to about 300 BC when Japan was inhabited by hunter-gatherer culture which reached a considerable degree of sedentism and cultural complexity. Jomon-dogu inan to nari Seni ni narimasu. 縄文土偶はイナンナであったという説です。シュメールではイナンナ、バビロニア、メソポタミアではイシュタールと呼ばれた女神です。縄文土偶はそのイナンナであったという説です。そのイナンナの本拠地がこの日本でした。つまりイナンナはこの日本で生まれ育ち、やがてその拠点をペルシャへと移します。が、それだけではありません。アヌーイカ、延期、 エンリルの神々、そしてシュメールでいうすべての神々がかつてはこの日本に住んでいました。というのが、林博の縄文道具イコール異難な説の柱ですが、当初は大変辛辣な批判をいただきました。というか、私自身、そうした批判を受けるのは当然のことと思っていました。内心では、私の説は10年、あるいは20年は理解されないだろうなと思っていました。 あるいは私が生きている間は無理だろうなと思っていました。が、それから2年半余り、最近はかなり様子が変わってきたようです。辛辣なコメントは、なりを潜め、より多くの方たちからの支持を得るようになりました。喜ぶべきことなのかもしれませんが、嬉しいと言っても、私自身のためではありません。この日本という国は大変おかしな国で、 私がそういった説を唱えたとき、真っ先にそれを否定してきたのが日本人自身でした。日本にそんなものがあるはずがないという前提で私の説を否定しました。つまり、日本は神々の国であったというのはあくまでも神話の世界の話で、現実にはありえない話であると。が、それから2年半、私は自分の説をより確信することはあっても、 いささかも揺らぐことはありませんでした調べれば調べるほどそうなのですからどうしようもありませんつまりより多くの方たちがこの日本を日本を見直すきっかけになりつつあることを私は率直に喜んでいます日本人の皆さん私たち日本人は言うなればとんでもない歴史に包まれた国に住んでいるのですよそれを一人でも多くの人に気づいてほしいまた 気づいいてもらいつつある私はそれが嬉しいのですまず皆さんにプロローグとして古代の神々は自由に空を飛ぶことができたという話を紹介しましたそれを具体的に証明するのが林博のナスカ理論でありライン理論でありそしてテリトリー理論ということになりますそれについては詳しくは今までのビデオの中で紹介してきましたので ここでは割愛させていただきますが一方で「神々」と言いその都度手を合わせながら「神々は自由に空を飛んでいた」と主張する私を頭がおかしいと決めつけるこうした日本人が持つ二重構造性は一体どこから来るというのでしょうかというような批判はさておき縄文土偶が世界の神々と有機的につながっていることをこの動画の中で紹介しています。 有機的というのはそれぞれに関連性を持ちながらまた共通点類似性を持ちながらという意味ですシュメールバビロニアそして現在のセルビアにあるビンカなどなどこの動画はいわばそのダイジェスト版ということになりますさらに詳しくお知りになりたい方はどうか私のウェブサイトの方へおいでください林博士で検索をかけてくだされば総合目次をご覧いただけます と言っても、どうか誤解なささられてください。私は自分の考えを皆さんに押し付けるつもりはみじんもありません。私が事実を皆さんにお見せするだけです。事実です。その事実をどう判断し、その後どのような結論を出されるかは、私の問題ではなく、あなた方皆さんの問題ということです。つまり、私を信じるか信じないかというようなレベルの話ではなく、 事実を受け入れるかどうかというレベルの話だということです。もっとわかりやすく言えば、こうした事実があなたの周囲にもゴロゴロと転がっているということです。あとはそれに気づくかどうか、そしてそれをどう頭の中で組み立てていくか。私が言う事実というのはそれを言います。で、動画を見ながら説明します。左が縄文ビーナスですね。 そして右がバビロニア、そしてメソポタミアで見つかっているイシュタール像です。コンセプトが同じですね。そして左の縄文ビーナスは歩行補助装置を身につけています。まあ、一般的にまあペルシャ周辺で見つかるイシュタール像、イナンナ像は足が、まあ、異様に細いです。ですからまあこの足では歩くことはできないというふうに私は判断しました。で、歩行補助装置をつけているということですね。そしてまあ両方ともですね、 えー、仮面をかぶっています。お面をかぶっています。まあ、そのことはですね、茅野市の高校館行きますと、それがわかります。左の縄文ビーナスのこの顔はですね、内側に鋭角に彫り込んであります。つまりお面だということですね。そして右のような、いわゆる、まあ、アーティファクトもバビロニアで見つかっています。全く同じですね。ただ、先ほど言いました今も言いましたように、 仮面をかぶっていますから顔が違っています。こうした仮面もバビロニアあるいはメソポタミアで見つかっています。そして下がインダスバリーで見つかったアーティファクトですね。いわゆるセラミックフィギュアです。そして同じようなものが見つかっていますけれどもこれ、このボタンみたいなのがついているところに注意してください。みんな同じようにヘルメットをかぶっています。 つまりこうして日本の縄文ビーナスと言われている、まあ、土偶はですね、世界の神々とつながっているということですね。これが事実なんですね。で、こうした事実をどのように考えるかですよね。最も簡単に片付ける方法は、偶然という言葉を使うことですね。偶然だ、偶然だ、偶然だ。まあ、偶然という言葉ほど便利な言葉はありませんね。で、それによってすべてを片付けてしまうことができます。 右はシュメールで見つかった、いわゆる同じくクレーフィギュアの,、まあその見取り図です。でこの花がで目、ね、と目の中心で尖って立って,、まあ、なっ立っているところに注意してください。まあまあ、人間の花ではないですね。そして左が法隆寺、奈良の法隆寺に肖像されている像、えー、です。同じような像が3体あります。その中の一つが、まあ、特にシュメールの神とよく似ています。目が側面についているところに注意してください。 人間は前についてますね。そして鼻の穴が開いていて、そしてまあ独特な口をしています。こうした像がまあ法隆寺にあるということ、そしてシュメールの神々。 そして、現在に残っているということですね。これが青森の山内、丸山遺跡に残っている土偶ですけども、三角頭に注意してください。そして、同じような像が、現在のセルビア、ギリシャの北部ですけども、そこに残っている、敏感にあります、そこに残っている像と一緒。それから、肩幅がまっすぐ横を伸びて、カクンカクンと折れ曲がって、そして、脇の下に大きな空間ができていることに注意してください。そして、それ左が仮面の女神です。 やはり肩幅がカクンカクンと曲がっていて、脇の下に大きな空間ができています。この像とほとんど同じ像が、やはりセルビアのビンカで見つかっています。ですから、日本のまあ甲府とですね、そしてセルビアのビンカとは深いつながりがあったということになります。ただ、右の方は足が異様に細いですね。ですから、下半身だけの土偶も見つかっています。このビンカで見つかっています。 すなわち歩行補助装置だとということですね。アッシリア、それからバビロニア、ペンソプタミアでも、レリーフに残っている神々は皆、歩行補助装置をつけていました。そして、この歩行補助装置をですねか、敏感の像に当てはめてみますと、このように、まあ、合うわけですね。そして、そのコンセプトが左の、えー、仮面の女神へとつながっていきます。まあ、このようにですね、まあ、なぜか、 まあ、もう言うまでもないことですけども、古代の神々は地上をですね、自分の足で歩くことはできなかったようですね。ですから、このような歩行補助装置を必要とした。ですから、敏感に残っている像は、ですね、多くはですね、こうして椅子,の椅子,椅子に座っている像が多いということですね。あの 中央三本足に見えますけど、中央で二つの足を束ねているんですよ。そして特にこうした部分的なところを見ていきますと、おへそですね。見てください。おへその作り方のコンプセプト、全く同じだということです。まあ、これを偶然と言っていいのか、そうでないのか、あるいは関連づけて、こうした事実の中から次の事実を組み立てていくかどうかは、皆さんの問題ですけども、まあ、例えばですね、この肩の,周りあの端に右の方は穴が開いてますね。で左の方は円が描いてある。そしてこの頭を比較してみてください。 同じように三角頭ですけども、左の方は遮光器をつけていると思われます。まあ、強い光線には耐えられなかったということでしょうね。なぜこうした仮面をですね、青森の、まあ、いわゆる亀ヶ丘で見つかっている道具にしてもですね、なぜ遮光器を必要としたか、遮光器道具とまで言いながら、どうしてそれから一歩踏み込んで、エイリアン、あるいはと言わないのかということですよね。この地上では、まあ、大気がありますから、大変眩しいということです。そして作り方のコンセプトも大変よく似ています。 鼻の先もです、ね、ちょんと尖ってますね。これは右の方が、右がです、ね、今正面図ですけども、やはり同じ,、まあ、同じというか同じ像ですけども、こうして比べてみますと、まあなってますか、その類似性に皆さんもお気づきになると思いますが、それだけではないんですね。シュメールの神々と比較してみますと、さらに興味深いことが分かります。まあ、これ、あの右の方はンカ、ね、です。あのあのまあまあ、シュメールと言われている地域、現在のイラクから見れば、西にあたるところですね。 先ほど言いましたようにギリシャの北部です。これがシュメールの女神ですけども、これはイナンイシュメールではもうイナンダですね。それからバビロニア来てイシタールなわけですけども、頭に注意してください。頭はポコンと上に出てますね。で、左の縄文ごめんなさい仮面の女神の方は仮面をつけています。仮面と言ってますね。で、この後ろに紐、まあ、がついていることから仮面をかぶっていることがわかります。そしてそれを同じコンセプトで作られているのが法隆寺に所,所,所,所蔵されているサムライ像ということになるわけです。で 縄文の神、これはですね、縄文の、まあ、埴輪ということになってますね。そして右がインダスバリーの。まあ クレーフィギュアですね。セラミックフィギュアですね。土偶です。同じように子供を抱いています。あのシメルの女神もみんな子供を抱いていますが。左のこの埴輪の子供は人間ではありませんね。ね足を見てください。手を見てください。頭を見てください。人間ではありません。なあ,あち、左の埴輪はですね、仮面をかぶっているということになります、まあ。こうした仮面をみんなかぶっていたわけですね。なぜ仮面をかぶっていたかといいますと、まあ、そういうものをかぶらざるを得ないような顔をしていたということになるわけですね。まあ、ともかくも、まあ、バビロニアの、あごめんなさい。左 右のです、ね、インダスバリーの、えー、道具もです、ね、左の埴輪も仮面をかぶっているということになります。こうした仮面説も白紙、えー、が捉えましたからもし興味のある方はあのー、私の私 ビデオをまたご覧になってください。まあ、要するにこれが仮面であるという証拠はこの首のところに残っていました。この首のところよくチューブからご覧ください。ウェルマオーバーヘルメットをかぶっているという細いラインが見えますね。まあ、これが、まあ、オーバーホールヘルメットであるという証拠、すなわち仮面であるということになるわけです。右の方も当然、インダスバリーのこのクレイフィアガーもフィギュアもですね、仮面をかぶって、まあ、オーバーホールヘルメットをかぶっているということになります。さらに今度はギザの 神と比較しています。これが長野県知能市で見つかっている土器ということになっていますね。逆さまにおいては航路というふうになっています。右がギザ工芸で見つかっている土偶ですね。で、この二つを比べてみますと、目の周りに二重線があるところまで同じなんですよ。ただし、左の方は、まあ、あの仮面ですね。 そして、顎の下あたりに生命維持装置のようなものがついています。頭のコンセプトなども同じように使われているところに注意してください。そして、眉間からあの喉にかけての、なんて言いますか、やはりこうなんて言いますか、装置らしいものがついています。そして、首の下にやはり同じような、まあ、生命維持装置っぽいものがついているということですね。そして、そのなんて言いますか、コンセプトが同じであるということです。まあ、左の方はですね、オーバーロールヘルメットというのを私は考えていますし。右の方はですね、えーまあ 現地の人がですすね見て作ったという,ふうに考えられますその証拠の一つがですね、もちろんエイディアンですね、このところにあるわけですね、こうした奇妙なものも描かれています。そしてこれは UFO ということになるわけですね。そしてまあ下の方に向かって光線を走っているというところまで表現してあるということです。なわち右のギザーで見つかっているこの仮面はですね、左の,あのあ長野県の井戸尻高校館にあるあ土器と一致する。さらに左がですね、えー、いわゆる 釈迦道で見つかっているマスクです、ね、これは逆に逆さまにおいてやはり航路滝っていうふうになってますけども航路滝ではないですねやっぱり同じコンセプトで使われていることはこうして向きを変えてみると分かります大きな目ですねそして中が空洞になっていますいわゆる,、まあいわゆる オーバーバロルルヘルメットとというこです、ね、同じく左がですね、異常時交互換にあ陳列してあるドで、土ということになっていますけども、先ほどの頭を上に乗せますと、きれいに大きさも合うんですね。そしてこうして乗せますと、まあ、これが、まあ、あの土偶で、全体二つで一つのね、土偶であることがわかります。右が、ね、ペルサポリスに残っているレディーフですけども、アフラマザーがダリウス王に、まあ、王権を与しているところですね。そしてこの衣、マントを見てください。このマントが一致しますね。そして、まああのーそのね、髪の毛のポコンポコンと出ているのもわかりますね。そして、 頭まあ、もちろん、あのアフラマザーなどはですね、仮面をかぶっていました。そうした仮面も見つかっています。その称号もすでにいたしましたので、また私のビデオを見てください。そしてこうして合わせていきますと、まあ左、一番左がですね、これは甲府で見つかっている土偶ですけどもね、頭、顔の方は、るまあ、やる目、まあ、がつり上がった、まあ、ラム族ですね。そしてこれが橋の辺に発掘された合掌道具です。 そして同じものがですね、アステカでも見つかっています。まあ、これは地下洞窟で見つかった、ごく最近見つかったんですよね。その左側の像がですね、同じコンセプトだということですよね。で、右の像も同時に見つかってますけどもね、八戸で並んで置かれています。まあ、これして見,ら見てくださると分かりますように、このあアステカで見つかった土偶はですね、指が3本です。5、まあ、本に見えるんですけど、5本ってことはありませんからね、3本3本ってことになってるんでしょうね。ちょっとあのハレーションを起こしてますから、見にくいですけども、やはり八戸の,の土偶もですね、まあ、組んで、 すなわ1、3本ずつの指だということですよね。まあ、こうして三角座りをしているということですね。そして右のアステカの道具はですね頭が細長いですね。ですから左の方もやはり細長いです。ただ左の方もですね、八の辺の 合掌道具もですね、あのまあ、いろいろ仮面をかぶっているということですね。そしてみんな、ンカで見つかった、やはり同じようなコンセプトで作られた道具です。で同じ、まあ、道具ですけども、ここで注意していただきたいのは、共にですね、異様に手が長いということです。この手の腕,腕ですね、腕が長いということですよね。で、関節がですね、人間の関節よりも1本多いんじゃないかと私はいつも考えています。まあ、ここで1本、2本、3本と折れ曲がれるわけですね。そして肩が横へ伸びていて、まあ、人間にはない脇の下に。 まあ円形の空洞ができるということですねこれまあ何を比較しているかというと手を伸ばしたらどのあたりまでいくかなということをまあ比較してみたんですけどもせっかくどうかということも問題ありますけども手,が手の先が優、ね、に膝のところまでく届く感じですよね人間はこんなに長くありませんそして肩幅が広いですねこのコンセプトは青森でいわゆる亀ヶ湖で見つかっている射光器道具のコンセプトと同じです肩幅が異様に広くてカクンカクンと曲がっていますねそして腰が異様に細いということですこれはシュメールの神々はなや,やはりです ように腰が細いですね。左がまあスポーツマン人間の。あ 背中ですよねでいくらそのスポーツマンでもここまでの差はありませんからね、肩幅広いといっても、そして肩,肩の下ですね、脇の下に、そういった人間の場合は空間空はできませんね。しかし空間ができているということです。これは八戸の、まあ、いわゆる合唱道具ですけども、公式の記録によれば、ればですね、安算を記念して熱心に手に向かって祈る若い少女の素晴らしい傑作であるというような風に書いてありますけども、これは少女で、まあ、女性は女性なのかもしれませんけどもね、少女ではありません。 そして頭がね、異様に薄っぺらいことに注意してください。そしてこれが、この道具がですね、まあ、お面をかぶって、まあ、人間の頭一応乗せてみましたけれども、比較するまでもなく、まあ、異様に、まあ、薄っぺらいと言いますか、側面図から見ると薄っぺらく見えます。まあ、これは人間ではないということですね。そしてさらに調べていきますと、これと同じ道具がですね、敏感でも見つかっています。それもこれから紹介しますが。 その前に指が6本であるということにも注意してくださいね。組んで6本ということは3本ずつですね。左は人間ですけども、組むと10本になるんですね。ですから、あのー、公式の記録によれば、古代縄文人が間違えたと書いてありますね。明らかに。ってか確かに、そう書いてありますよ。でもね、あの年長時でもあの指,は指の数は間違えませんから。 それからこれが今言いましたように、右のは八ので見つかった合掌道具、そして左がビンカで見つかったやはり同じような土偶ですけども、ここで興味深いことがわかります。この足を見ていただきたいんですけども、編み方まで同じですね。そして靴下の、靴下かどうかわかりませんけども、表現の仕方も同じだということです。ビンカという国は、まあ、遺跡はですね、なりやら日本とはとんでもない関係にあるということがこれでわかってきました。で、こうしてまあ線がありますね。で まあ、私もですね、このビ私もというか私がですね、この最初にこれに聞いたときには本当に体が震えましたですね。そして足がですね、丸い靴ですねいわゆる、いわゆる円形の靴、それから肩幅の表現の仕方そしてやはり関節が1本多いようにも見えますね。まあ、こうして見ると1本、人間は1つですけども、まあ、2つあるということですよね。まあ、このようにまあ1本関節が多いという意味はそういう意味です。で、まあ、こうして比べていきますと、まあ なんかあの辺の見つかった合唱道具とビンカの道具とが大変コンセプトが同じ。そしてそれはですね、えー、アステカの地下道具で見つかったあー道具と 一致していくってことですこ,れをこうした事実を皆さんはどう考えるかということですよね。それはあとは皆さんの判断ですけども、こうして組み立てていくと、その向こうに見えてくるのは、日本がまさに神々の本拠地であったということですよ。縄文時代の方が古くて長いんですからね。そしてオールキャストがこの日本に揃っていて、朝鮮半島、中国半島にはその経過点としてのです、ね、痕跡は全くないということです。なあち縄文の神々はある時期、ペルシアに渡っていった。 あるいいは行き来していた、そしてその、まあ、一般がですね、インドへ渡ったり、あるいは逆流して日本へ来たりということになったということになります。えー、以上で私の今日の話はありますけども、もし興味を持ってくださるようでしたら、林色で検索そして私のホームページとおいてください。Thank you very much and b y e h e l l o This is 広志林 and 乙吉親父ジャパン Japanese man's in Korea. Why in the Korean Peninsula? 朝鮮半島の前方公園墳。なぜ朝鮮半島に前方公園墳があるのか。林広志の古墳理論を説明します。ペルシャのあちこちにこのようなレリーフが残っています。右にいるのがアフラマズダ。左にいるのがダリウスウかと思われます。今、アフラマズダがその方に 王権をを表すすシンボルマークを渡していますこのレリーフの中でもそれが表現されています。リボンのついた丸い輪です。王権を表すシンボルマークです。この、まあ、王権を表すシンボルマークを渡された王はですね、市上の支配権を意味します。それを渡すことができたのは、神の中の神すなわちアフラマザーということになります。このリボンのついた丸い輪がこのリボンのついた丸い輪がですね、現在日本では、 締め飾りとなって残っています丸い輪にリボンですね丸い輪にリボンですそしてこの丸い輪のリボンリボンについた丸い輪が現在の締め飾りというわけですそしてそれが前方後円墳の基本形となりましたこういう形で神々はですね前方後円墳を地上に配置することによって 天の仲間たちに向かってこう宣言したわけであります。ここは神々の都市であるぞとですね、それが現在日本に残っているわけです。が、朝鮮半島の皆さんは、私とは違った考え方をなさっているようです。おときさんからのメールをお読みください。 で、検証してみますが、朝日新聞がですね、こんな記事を載せました。北朝鮮で前方公園墳が見つかったというのです。これがその前方公園墳ですが、私の家の近所にも工事現場には同じような前方公園墳がたくさんあります。 で、音吉親父さんがこのようなウェブサイトを紹介してくださいました。前方後円墳の起源はうくりであるというわけです。墨石塚というのがそれだそうですね。で同じウェブサイトにはこのような写真が紹介されていました。これは「抱墳」ということになっているが見方によっては前方後円墳にも見えるとそういうわけです。 ノーコメントです。ノーコメントです。上が北朝鮮で見つかったという前方後円墳。ノーコメントです。そしてこれが甲府にある長子塚古墳です。 で調べてみますと確かに朝鮮半島では前方後円墳が見つかっているのですねこの赤い印のついたところがその前方後円墳のあるところだそうです、まあ、現在その中の一つが紹介されていますけれどもこういう形で残っているのだそうです前方後円墳のあるところに丸をつけてみます つまり当初は前方婚姻風の起源は朝鮮半島であるというような主張が強くなされていましたけどもこの事実は現在の韓国の人たちにとっては誠にもってまずいわけです一番下のピンクの部分が未満な日本風ですちょうどこの位置にまあ一致するわけですね現在 まあ、韓国の教科書からは、ミマナの日本譜は完全に否定されています。ミマナの日本は、日本譜というのは、日本側のでっち上げというわけです。そして、それに、こうして、日本の学者の中には、ミマナの日本譜はなかったと主張する方もいらっしゃいます。確かに、ミマナの日本譜という言葉そのものはなかったわけですけども、それと同じ性格を持つ者が。 朝鮮半島の南にあったことは事実なんですね。でこの地域に前方後遺墳を認めるということはですね、まあ、韓国の学者たちにとっても、誠、まあ、ことにもってまずいということになるわけです。なったわけですね。つまり、こうしたところに前方後遺墳があるということは、マナの日本府を 認めることにつながってしまうからです。それに対して、ベストアンサーはこのように答えています。つまり、現在韓国にある前方工芸粉は埋め戻されているというわけです。 話を戻しますが王権のシンボルについての話を少し補足しておきます少しって言いますか同じ話になるかもしれませんけどもお許しくださいね今シュメールの神が持っている棒は棒はですね日本では尺と言いますけども神権を表す棒ということになりますいわゆる神から直接 まあこの地球そのものの支配権を授かったという意味ですね。この棒です。アフラマズダーがその棒を手にしています。そして右手で王権を表すリボンのついた輪を渡しているところです。やはりこのアフラマズダーも尺を持っています。今左にいるのはミトラで代行として尺を持っています。 そしてどこかの王に王権を表すシンボルマークを渡しています。まあこういう形で地上の支配権を渡したわけです。いわゆる神権を持つ神からですね、地上を支配する王権を受け取っているというわけです。まあこうしたリリーフはあちこちに残っていますけれども、共通しているのは リボンのついた輪を王が渡されているということです。つまりこれが王権を表すシンボルマークということになります。まあ繰り返しますけれども、これが日本の締め飾りとなって現在に残っているというわけです。 日本の締め飾りですね。これをめでたい日に玄関先に飾ることによってそのめでたい日を祝ったというわけですそしてその形が前方後円墳の基本形となりました丸い輪に短冊ですが空から見なければこの形は わからないということです皆さんもそこに注意してください空から見て初めてこの形がわかるということですつまり初めから空から見て初めてわかるシンボルマークということになります古代の神々はこのシンボルマークを日本ランドの上に直接焼き込みましたそして内外の 神々にこう宣言したのですここは神々の土地であるぞとですこの王権のシンボルマークについて少し,少し補足しておきますこれは長野県の井戸尻で発掘された土器ということになっています左も土器ということになっていますしかしこれら2つは2つで一対の土偶を表しています この土偶の頭の後ろを見てください。丸い輪がついていますね。丸い輪がついています。古代の神々はリボンのついた輪をリングをこうして頭の後ろにつけていたものと考えられます。そうしたレリーフも残っています。で、同じリボンのついた丸い輪がですね。まやインカでも。 発見されていますこれは又兵衛さんが教えてくださったんですけどもマヤの王たちも丸い輪にリボンリボンのついた丸い輪を身につけていますその多くは頭の後ろにつけていますつまり太平を越えた メキシコでも同じような王権を表すシンボルマークならちリボンのついた輪が発見されているということです。こうして並べてみますと丸いはリボンが何を意味するか皆さんにも理解していただけると思います。他にもいろいろな事実があります。 トラさんという方がですね仏教法具で使うラクスもその人ではないかと教えてくださいました向かって右側の胸についているのがラクスですやはり丸い輪にリボンですリボンのついた丸い輪がありますまあこういう形で日本の まあ、伝統的な文化の中に根付いているというわけです。ジュズもそうではないかと。当然考えられますね。そうに話を戻しますがこれがラクスです。そしてそれが締め飾りとなった。 そしてそれが前方後円墳となったアフラマザーのレリーフの中にもその形が表現されています数珠すなわち不動明王が持っているまあ紐のようなものもこれに似ていますさらに相撲で 見られるこの回しですね。これも丸い輪にリボンということになります不動明王です向かって左に持ってるのが真剣に笑わす尺そして右に持ってるのが丸い輪にリボンということになります数図もこの流れの中にあるものと考えられますまあ形は多少違いますけどもやはり 王権を表すシンボルマークということになりますそして世界中で同じようなシンボルマークが見つかっています先ほど言いましたようにアフラマザーの紋章の中にも隠されています前方後円墳ですね締め飾りですねまあこうしたものがですね 王権を表すということになりますと朝鮮半島の方にとっては誠にもってまずいということになるんですね。言い換えますと朝鮮半島もかつては日本の支配下にあったということになるのです。ですから一部で言われてますように韓国では前方後円墳が見つかるとブルトーザーで 埋め戻されてていいいるととうことにつながっていくわけですだからといって私はですねこの先重箱の隅をほじくり返すような議論はするつもりはありません以上のことをもっと高い視点から掘り下げてみたのが次のビデオです どうかご覧ください。日本はまさに神々の国でした。というビデオです。Hello, this is Hiroshihaya Shihama Maseri Japan.Japan is a land for gods.I say Japan in Nazca. 日本は神々の国だった。Nazca の中の日本。 It's my pleasure that I can prove what I'm saying here is correct and true with evidence. そのことを証拠を添えてこのビデオの中で証明いたします。まさに日本は神々の国であった。その証拠がナスカ平原に残っていました。私のことを疑う前にどうか続くビデオをご覧ください。 あなたも私の言っていることに納得するはずです。日本列島を示す地上絵があり、その横には日本の滑走路が走っていました。一本は日本の桜島、もう一本は日本の富士山です。位置も一致しています。どうかご覧ください。Thank you. Hello, this is Hiroshima Hayashi, h a m a City Japan.Japan Japan was a land for gods.Evidence and proof on Nazca theory. 日本は神々の国だった。ナスカ理論による証拠と証明です。私はこのビデオの中でですね、日本という国がですね、神々の国であった。今もそうだということを皆さんにお伝えしたいと思います。 バカげてるというふうにね、あの言う前に、10分だけ時間をください。これがナスカです。ナスカ、まあ、平原といいますか、高原ですよね。このナスカ高原の平原のですね、一角に滑走路があります。この滑走路です。 程度はここに示しておきますから皆さんご自身でご確認ください。これが桜島です。鹿児島湾の中にあります。これが富士山です。このあ鹿児島の桜島と富士山から線を引いてみます。ブルーの線は桜島から引いてきた線です。上の黄色い線は 富士山から引いてきた線ですこうして2本の線が並びますけれどもここに奇妙な絵がありますこれをぐるっと回転してみます半時計回りに回転してみますこういう形になります この形と日本列島の地図と比べてみます。北海道と四国を取ります。その理由は後で話します。そして、この形を比べてみますと、一見雑なように見えますけども、正確に日本列島の本州を表していることがわかります。そして、この緑の線は、 富士山から引いてきた線ですそしてこのナスカの標識とここで重なりますその位置はちょうど地図の中における富士山の位置と一致します端と端をつないでそして富士山のあるところをつないでいますすなわち富士山からの緑の線左のですね、ナスカの線は正確に日本列島の中の富士山の位置を示していることになります では、この赤い部分は九州なんでしょうか。それともそうではないのでしょうか。その答えは実は、前方後円墳にありました。これは前方後円墳と呼ばれています。では、前方後円墳がどういう意味を持つのか、皆さんにお話したいと思いますが、 林哲也さんがですね、えー、掲示板の中に、全、え、母、ー、後円墳とですね、アフラマザーのがですね、真剣すなわち王権ですね、いわゆる渡すその輪とリボンのついた輪に似てるということを教えてくださいました。これがアフラマザーの輪と、それからリボンですね、リボン・リングというふうに表現されています。そしてこれは シンボル o l キ f kingship というふうに英語では書いています。王権ですね。いわゆる地球、地上のですね、統治権を人間に渡すときに、これをまあシンボルとしてアフラマザー、神々は人間に渡していました。アフラマザーが渡しているところです。丸い輪にリボンがついているところに注意してください。丸い輪にリボンがついていますね。これが 王権なんですねで日本のしめ縄はその形をかたどったものだと考えられますそしてそれが現在に残っているわけですね丸い輪にリボン短冊ということになりますね比べてみてくださいこれでなぜ日本にしめ縄があり なぜ日本に前方後円墳があるかということをがですね、皆さんにも分かっていただけると思,いいただけたと思います。そしてそれはですね、マヤ、それからインカにも同じものが残っている、残っています。丸い輪にリボン、短冊ですね。そして今日は紹介しませんでしたけども、エジプトでも同じものが見つかりました。 こうして並べてみてください。丸い輪にリボン、丸い輪にリボン、丸い輪にリボン、世界中で見つかっています。すなわち、これが神がですね、人間に渡した王権の象徴ということになります。ここは神々の、これは神々の紋章であるという意味なんですね。そしてその紋章をですね、神々は日本ランドの上に直接描きました。 空から見えるように、宇宙から見えるように、そのマークを置いたわけであります。それが前方後円墳ということになります。すなわち、この土地は神々の土地であるぞということを内外にこういう形で示したわけであります。すなわち、前方後円墳というのはですね、この土地は神に属する土地であるということを示したわけです。検証してみます。 前方後円墳というのはですね、全国で706所、えー、登録されています。まあ、全部を紹介しきりませんでしたけどもその706の前方後円墳他にもいろんな古墳がありますよ小さな円墳も入れればもう無数にあるわけですけどもこの前方後円墳がですね、あるところを調べてみますと本州に623そして九州に70 四国にも少しありますそれはあの瀬戸内海沿いにあるわけですね13個あります数はあのまあそういうことですね合計で706か所で前方後円墳が登録されていますなあち前方後円墳がある土地は本州と九州だけというふうに考えていいわけですね四国にも少しありますがとなると神々は 神々ののととととして選んだのは、本州と九州九いうことになります。ですからナスカの標識には本州と九州が描かれているということになりますとなると下の左下のですねこの、まあ、グリーンで示したあ場所はですね九州ということになります九州はまさに大きさから比べてもまさに神々の、えー、島であったということがこれでよくわかります結論から言いますと このナスカの表、えー、に書かれたこの絵はですね、まさに日本の土地、日本ランドを示しているということです。日本ランド、すなわち本州と九州を示しているということです。そして、えー、本州と九州がですね、まあ、だ,だから前方後円墳は本州と九州、まあ、四国にはありますけれども、に見られるということです。そして同時にですね、 こうしたランドマークがあること自体がですね、もう一度、あの、富士山の線を見てください。こと自体が、日本がですね、神々の国であるという証拠になります。いかがですかこれが私が皆さんにお見せできる証拠と証明です。Hello! This is Hiroshaya Shi, Hammam City Japan. The Nazca Theory by Hiroshi Hayashi. It's my pleasure that I can explain about the Nazca Theory by Hiroshi Hayashi in this footage, with which you can know the secret of ancient history, believe it or not. So please give me 17 minutes. In Japanese, today Nazca 古代の世界の歴史を知ることができます。信ずるか信じないか、受け入れるか受け入れないかは、皆さんの問題です。17分間だけ、どうか、どうか時間をください。林博のナスカ理論を説明いたします。上からバーミアン、ウンコ、リュウモン、ランですね。皆さんは、これらの遺跡を見て区別がつきますか。 では、簡単にナスカ理論について説明します。詳しくは、私のホームページの方へおいでください。ランウェイには色々な形があります。重要度、距離によって違います。これはプラットフォームですけども、プラットフォームもランウェイになることがあります。古いランウェイは下に行きます。ランウェイは逆三角形になっていることが多いです。 細い線で、その方向を示すこともあります。一本の本線で、二方向を示すこともあれば。一点を、数本の線で示すこともあります。線の。出口あたりには、ランドマークがあります。では、実際に。ナスカ理論を、応用してみます。ナスカ。 理論。これがバーミヤンです。ヨンギャンです。ルーヤンです。ルシャンです。先ほども言いましたように、これら4箇所は同じコンセプトで作られた遺跡ですね。で、空の4箇所からナスカに線を引いてみます。緯度、経度は後で示します。これがバーミヤンから来た線ですけども、 プラットフォームをきれいに横切りますこれがユン・れがコ行ですねから来た線ですプラットフォームの右側そして左側はですね竜ン、龍門から来た線ですそして細いですがこの線は酪山から来た線ですこうして4本の線はこの辺りに集まります これが琉門ですね。これがマガオバッコク凹凸です。区別がつきませんね。ではバッコク凹凸からの線を引いています。この線は古く古いし、それから長いですね。そして左の上から来ているのがこれが琉門ですね。2本ありますね。琉門は。 このように2本あることもありますで、それらの位置関係を調べてみますとバーミアン、バッグオークツ、そしてユンギャン、ウンコウはほぼ一直線上にあります次に大線量を調べてみますまっすぐ大線量はサーペントマウンドを示しています カオキアサーペント、マウンド、ワシントン dc ですね。これら4箇所は密接に関係し合っています。これが大線量から引いてきた線です。細い線ですけども細い線の上側ですね。で、これがカオキアから来た線で引いてきた線です。そしてこれが。サーペントマウンドから引いてきた線です。 そしてこれがワシントン DC から引いてきた線です。場所が先に決まっていたということですよ。誤解しないでくださいね。そしてこれら4カ所はほぼ同じプラットフォームといいますか、等間隔にプラットフォームで並んでいるのがわかります。そしてサーペントマウンドですけども、その途中に、といますか出口のところにヘビのマークがあります。逆三角形になっているのは出発点に立つとちょうどなんて言いますか、 四角に見えるからなんですねこのようにサーペントすなわちヘビということなんですよねそしてプライス・インタグリオスカフキア・マウンドサーペント・マウンドは新一直線に並んでいますその先にワシントン DC がありますがワシントン DC は大きな街ですからどこに点を取っていいか分かりませんでこの大線量は右上からの線はサーペント・マウンドから引いてきた線です サーペントマウンドからの引いてきた線は大線量を横切ります。次にギザのピラミッドとイースター島をつないでみます。私はいつもナンバーツーのピラミッドとつないでいます。その途中にナスカがあります。ギザイースター島をつなぐ線はここに見つかります。 このプラ,ッランウェイはですね、両方向に、両方向を示すランウェイであるということです。右上,上行けばギザ、そして左下行けばイースター島となります。出口の方が広くなっていることに注意してください。上の方からやってきて、ほんのわずかだけずれますが、原因はわかりません。 これが今言いました座標の点ですね。そしてこの線をずっと下へ行きますと、だん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 細くなっていきますね。イースタートに近づけば細くなって、またイースタートの出口のこの線の出口に行きますと、また広くなっていきます。出口を広くしているのがナスカのランウェイの特徴です。ご自身でご確認ください。ただ途中で一箇所、 今、丸のところでエラーが出ます。ほんのわずかです。見た感じではわかりません。次に、今度は、えー、ルンビニと、ラホール、アテネ。ラホールはやや上の方にずれますが、アテネをつないでみます。ルンビニとアテネをつなぎますと、その途中の近くに出ますから、ラホールがあるということです。ガンダーラ美術の中心地ですね。 実際の地図で見てみますと、ルンビニ、ラホール。そしてその直線はアテネをまっすぐと横切り。そしてナスカへとやっていきます。スパルダも通りますよ。あっと、オリンピアだったかな。ごめんなさい。そしてあのこの直線はここにやっていきますあ。その前にあのこれがあの、 ヘバヨですねテラコタアーミーですね。シーガンの近く30キロ東にあります。シーガンのテラコタアーミーの直線は2本あります。その線と点のところで重なって、先ほどルンビニからアテネを通ってきた線はここを通ります。ルンビニ、ラホール、アテネを通った線はここに、ここで交わります。ここで交わって2箇所で交わるということですね。左下はラプラットフォームです。すなわち、これらの例えばラホール、それからアテネ、 タアミは同一エリアによって作られたということになりますご覧くださいもう一度見てくださいこれらは同じエリアによって作られたということがナスカ理論によって証明できますまたこれら4箇所はそれぞれ関連し合っているということがナスカ理論によって証明できますそれからリュウヨンマガオ これらは全く同じコンセプトで同じエイリアに作られたことが証明できますそしてエジプトイースタートをつないだ線がナスカにあるということは同じエイリアによって作られたことを意味しますそれからこの3つの世界を代表する像ですけどもこれらも同じエイリアンが関与していたことをこれでナスカ理論によって説明されますガンダーラギリシャ彫刻そして 平和用ですねこれらは皆同じエイリアンが関与して作っていますナスカ理論を利用しますとこのように古代の謎を解くことができるのみだけではありません簡単にナスカ理論について説明しておきます。 ナスカの直線についてですねあの線が滑走路説であるという話はシッチンの時代からありましたけどもそれを具体的に証明したのは林博史が初めてですランウェイにはいろいろな形があります長方形に近いものこれはプラットフォームとしても機能しました細い線のものこれは特にこの縦の線はポポカティペティへ行く線です教リ和カのそばのね それから逆三角形になっているのもあります。これは出発点に立ちますと四角く見えるからです。細い線が集まって一方向を示すことがあります。ウラウン山がそうです。右のように両方向へ行くプラットフォーム、ランウェイはなすから2カ所あります。1カ所は先ほど皆さんにお見せいたしました。これは先ほど言いました、右へ行くとギザ、左へ行くとイースター島というランウェイです。途中で中間で狭くなって両方で出口が開いています。 出口が開いてますね。そして細くなって離陸点でまた広くなっています。そしてまあ両方行くことなんて当然ですよね。ギザとイースターとの間にナスカが作られました。そしてこのプラットフォームについてはですね、場所をしっかりと示すために黒い点が見えることがあります。これはマウ,マウンドです。このようなマウンドが作ってあります。 位置を方向を正確に示すためです。そして一つのプラットフォームから何本ものランウェイが滑走路が走ることがあります。それぞれ関連し合っていますね。先ほどお見せしましたプラットフォームは平和用とそれからアテネを同時に示しています。このように一つのプラットフォームが示すことがあります。それから広いの、狭いの、 短いの長いのの長があります人間にとって重要,度重要性があってもエイリアにとってはそうでないということもありますから、えー、その人間の判断するのは間違ってますこの細い線なんかはあの細いですね、まあ、細,い細いから細いわけです手から、まあ、いろんな線があります先ほど言いましたようにこれはあポポカティ・ペティそれに横線はエジプトのイドフェへ向かいます ポポカティ・ピティとテオテワンの距離は今お見せしました。これがポポカティ・ピティですね。生産中の生産ということになります。この直線、ポポカティ・ピティから線を引きますと、ナスカのこのグランドクラスの縦線をまっすぐと割ります。細い線がいくつか集まって方向を示すことがあります。非常に重要な 拠点に行く時にはこの方法を使います平和用はあのたくさん細かい線が詰まってますしそれから古い、まあ、遺跡へは当然新しい遺跡と古い遺跡の場合はふあの古い遺跡の方が当然下に来ます。これを利用すればどちらの遺跡が古いかということを判断することができます。 これはサーペントマウンドから引いてきた線ですけども例えばどのように見えるか皆さんに見てもらいたいと思います逆三角形でしたねそして出発点に立ちますとこのように長方形に見えます上から見るとね逆三角形ですけども出発点に立ちますと こういうふうに見えるわけです。ですから逆三角形になっています。そしてさらに方向を正確に示すために、真ん中にちょんとあるところ、点があるところ、それから両側が方向を示すことがあります。例えばこれはアジャンタ、イ,あのインドのアジ,ャンタアジャンタから引いてきた線です。これは平和洋から引いてきた線ですあの。ちょうど出口のところにちょっとその黒い点があることに注意してください。マウンドがあるんですね。こうして方向をしっかりと示しています。 左ががも右が運行ですこの2つは皆さん区別つかないと思いますよなぜならば同じエイリアンが同時期に作ったと考えられるからですラウェイがその証拠ということになりますこうしてナスカリ論を応用しますと古代の遺跡の謎が次々と解けていきます左がカホフキや右がサーペントマウンドです細い線が今度は集合して 並行してて走って一方向を示すす。ことがありますウ,ラウ,ン山です、ね、ウラウン山は極めて重要な、まあ、近くのボルネオのキナバルと並んで拠点であったことは間違いありませんそしてこのランウェイは先ほども示しましたように右へ行けばギザ左へ行けばイースター島となりますこうした両方向を示すランウェイはナスカには2箇所ありますあるいは1つの地点を示すのに 2、えー、つのランウェイがあることがあります。長い年月をかけた場合ですね、右2つともこの日本は平和洋を示しています。左の方がややずれます。そして遺跡はそれぞれ関連し合っています。アテネ育選の線とそれから今言いましたように重なっていますね。これはテラコッタ・アーミー育選です。左下から来たのががこれが ギリシャ、ガンンダラライク直線ですランです。ウェす。ユタヤはこのパラットフォームをまっすぐと横切っていきますそして延長線の先であのその関連性を示すこともありますバーミアンとそれからリューモンリューモンの線は一回途切れますけども延長してみますと同じプラットフォームの同じマウンドにやってくるのがわかります真ん中にちょんとした点が見えるのわかりますね ですから、バーミヤンとリュウモンとも関係していることはこれでわかります。バーミヤン、バックオークツもそうです。バックオークツも延長してあますとあの重なります。ここで重なります。それから、出口のところには当然、ランドマークがあります。文字を、エイリアンたちは文字を持たなかったか、あるいはエイリアンたちにもいろんな種類がいて、文字での伝達ができなかったことも考えられます。 サーペントすなわちヘビですね。これはパレンケから引いてきた線ですけども、ここにハミングバードがあります。ハチドリです。ハチドリといえばメキシコ。メキシコといえばハチドリということになります。このようにラスカリ論を使えば古代の世界の歴史を解明することができます。以上すべて林博が発見したことです。どなたも流用転用。 はでで、きませんのでご注意ください。